25周年の J リーグ開幕。序盤、旋風を巻き起こしたのはサンフレッチェ広島。開幕3連勝のスタート、エースパトリックがゴールを量産、チームを勢いづけた。さらにディフェンスでは粘り強さと組織力を発揮、リーグ最少失点の強さを見せた。攻守が噛み合ったチームは2位に勝ち点差10をつけ独走した。夏、 J リーグはさらに熱くなった。誰もがワクワク、スペインから2人のビッグネームがやってきた。ヴィッセル神戸にアンドレス・イニエスタ。サガン鳥栖にはフェルナンド・トーレス。2人が見せるダイナミック、ファンタスティックなプレー。ピッチは劇場と化した。終盤、怒涛の追い上げを見せたのは川崎フロンターレ。華麗なパスワークと高い決定力、ライバルを圧倒するチーム力を見せつけ、2試合を残して連覇を達成。フロンターレ時代の到来を予感させた。11月、鹿島アントラーズが J リーグに大きな栄光をもたらした。アジアチャンピオンズリーグ決勝、ホーム第1戦。サポーターの歓声を力に2ゴール、快勝を収めた。アウェーの第2戦、10万人が押し寄せる異様な雰囲気の中、試合開始から攻め込まれる苦しい展開が続く。悲願の王者、体を張る選手たち、執念が相手を上回り優勝を決めた。初めて掴んだアジアの頂点、クラブの歴史に新たな1ページを刻んだ。